こんにちは、エニシド鍼灸整骨院の福井です。本日は四十肩五十肩の正体についてお話ししたいと思います。この動画を見ていただくことで四十肩五十肩の正しい正体っていうのを知っていただき、あなた自身がそれだと気づくことで対処法が早くわかるというものになっています。本題に入る前に一つ、この動画はなるべくわかりやすいようにを心がけて撮影しています。もしあなたが忙しいのであれば、何か作業をしながら音声だけで楽しんでいただければ幸いです。では一つ目です。四十肩五十肩の正体について。四十肩五十肩っていうのは、正式名称は肩関節周囲炎っていうんですね。肩の周りの筋肉とか靭帯とか関節包って言って、関節を包む袋ですね。そういったものが硬くなったり炎症したものっていうふうに言われています。ただ西洋医学ではこの肩関節周囲炎になる原因っていうのがはっきり分かっていないんですね。はっきり分かっていないものにどう治療していったらいいんだっていうことで、結局四十肩五十肩に対して治療の方法っていうのは、鎮痛剤で痛みを止める、ステロイド剤で炎症を抑える、ヒアルロン酸を使って肩関節の動きを滑らかにする、このぐらいしかないんですよ。保存療法って言われるものですね。痛いのを治すではなくて、痛みを抑えながら保存、そのままにしておいて時間が経って痛くなくなるのを待つっていうのが西洋医学の治療方法になります。実際に四十肩五十肩になられた方に、どのくらいかかったんですかって聞いたら、1年から2年かかりましたって言わはります。大体皆さん言わはります。1年から2年ってめっちゃかかるやんって僕は思うんですけど、結局痛みが自然に引くまで 1,2 年かかるんですよ。まあ早い人は半年とかもいらっしゃるんですけど、それまで痛いのをずっとずっとずっと我慢したりだとか、痛み止めの湿布とか飲み薬とか注射とかをしてるっていうわけにはいかないですよね。生活の中でそれは困ります。なのでちゃんとした対処法っていうのが必要になってきます。2つ目は、痛み出したら速攻対処です。痛み出した時にあなたはもうちょっと様子見ようかとか、ちょっと我慢してみようかと思われるかもしれませんね。そう思っているうちに悪くなったり硬くなって動かなくなったりしてきます。なので判断は自分ではせずに、まずプロに任せてみましょう。でこのプロっていうのが鍼灸師、柔道整復師ですね。まあ鍼灸院整骨院の先生です。これを聞くと、僕が柔道整復師であり鍼灸師であるからそういうことを言ってるんじゃないかって思われるかと思うんですけど、そういった先生はちゃんと検査の方法っていうのを勉強してきています。で検査の方法を知っているので、あなたが行かれた時に肩が痛くて上がらないんですって聞いたら、じゃあこういった動きをしてみましょう、こういった動きで痛みは強くなりますかっていうふうな、いろんな検査をしてくれます。検査をした上で、あなたの肩は四十肩五十肩ですねとか、それよりももっと悪いものですねっていうのを判断してくれます。その先生の手に余るものであれば整形外科に行くように指導してくださいますし、その先生が治療可能なものであれば、その時にすぐに治療がスタートできます。これが速攻対処法です。早期治療、早期発見っていうのが一番大事です。ただここで一つ問題があります。その検査をしてもらった時に、検査の説明がなかったり、そもそも検査をしてくれなかったりするようなところには行かないようにしてください。その先生の治療を受けた時に、痛いところだけをちゃちゃちゃっとマッサージしてしまったりだとか、電気を当てるだけとか、そういった治療の場合はあまり効果がありません。なぜかというと、肩が痛くなっているのは肩が悪いからではなくて、肩以外のところに原因がかかっています。その原因をしっかりと治療していかないと四十肩五十肩っていうのは良くならないので、そこをちゃんと検査で見てくれる先生のところにかかるようにしてください。3つ目は、なぜ鍼灸院整骨院なのかっていうことについてお話しします。先ほど鍼灸院整骨院の先生はしっかり検査してくれますっていうふうにお伝えしました。それだけではなくて、しっかりと原因を特定して原因に対する治療をしてくれるっていうのが鍼灸院整骨院の特徴になってきます。四十肩五十肩原因不明って言ったやんっていうことになるんですけど、本当の原因は何なのかっていうところに突き詰めていくと、肩が動かない、肩甲骨が動かないからなんですよね。で、肩甲骨が動かなくなるのは姿勢が悪いから。なので、そういった肩甲骨の動きを改善してくれるところ、
姿勢を矯正してくれるようなところっていうのを探されると一番いいと思います。でもやっぱり整形外科に最初に行きたいよっていう人絶対いると思います。それはすごくいいことだと思っています。ほったらかしではなく、しっかりと検査してもらうっていうのもやっぱり大事になってきます。例えばレントゲンであったり MRI であったり、その先生によってどんな検査をするのかっていうのは様々だとは思うんですけど、そこでしっかり確定診断っていうものを出してもらってください。あなたの方は40肩50肩ですね、これは年齢によるものですねって言われると思います。その結果答えを鍼灸院整骨院に持ってきてください。それを先生に伝えてもらうことで、あなたも先生も安心して施術をすることができます。それでは本日の内容についてまとめます。1つ目、四十肩五十肩は肩関節周囲炎と言います。そして西洋医学的には原因の分かっていないものです。原因の分かっていないものへの治療法は痛み止め、ステロイド剤、ヒアルロン酸なんかの潤滑油、それだけです。安静にして1年から2年痛みを我慢しなければいけません。2つ目、痛み出したらすぐ対処。痛み出した時にもうちょっと様子を見てみようって言ってる間にどん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 悪くなって治らなくなってきます。痛み始めたらすぐに鍼灸院整骨院を探して行ってください。早期発見、早期治療が早く改善するコツです。3つ目は本当の原因に対する治療。本当の原因っていうのは肩甲骨の硬さであったり姿勢の悪さっていうものから来ていますので、そこをちゃんと治療してもらえる先生のところに行ってください。このチャンネルではあなたに日々の健康情報をお伝えしています。もしこの動画を見てよかったな、参考になったなと思っていただければ、こちらからチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お大事に。